皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は御殿場西高校の学校説明会、このお知らせをします。なお御殿場西高校どんな学校なのかなということを事前に知りたい方は、御西の説明会に行ってきましたという動画を撮ってあるので、そちらを参考にしてください。さて、保護者と中学生を対象にした学校説明会3回開かれます。2023年の10月の21日の土曜日、11月4日の土曜日、11月18日の土曜日です。受付は9時から、説明会は9時30分から12時、このようになっています。内容は全体ガイダンス、コースのガイダンス、そして個別相談、校内ツアー、このようになっていて、事前申し込みが必要です。申し込みの方は御殿場西高校のホームページからできるようになっているので、そちらからお願いします。なおこちらのチラシをお持ちの方、こちらに QR コードがあるので、そこから申し込むこともできます。今回は御殿場西高校の学校説明会のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。